ーとふみかのカウントダウンムービー、イエーイ。はい、始まりました。今回も、皆さん、はい、毎回見ていただいていると思うんですけれども、やっと今1月10日ということで残り2週間となりました。私たちが企画しているライブ、こちらです。じゃん、1月24日中目黒の楽屋さんにて、よしみとふみかのダブルバースデーパーティー開きますので、ぜひ遊びに来てください。席もだんだんもう埋まってきてますよね。はい、本当にありがとうございます。当日、ね、キャンセルとかはなしでお願いします。はい、ということでお待ちしております。ところで、はい、この4回分やってきましたけれども、まあ、ダンスだったり習字だったり、はい、まあ、全然ライブに関係ないよねっていうよく言われるんですよ。はいはい、何やってんの何やりたいのって言われるんですけど、はい、しかもなんか全然そう、私はダンス全然できなかったし、よしみちゃんも習字全然できなかったし、すごい謝んなきゃいけなくなってるしみたいな。自分の特技はすごい本気でやっちゃうし、そう、各自ね、自分のことになるとめっちゃ本気でみたいなね、はい、なんかその番組の感じ忘れてないみたいなのも、はい、あるので、はい、せっかくなのでなんか君にね、最後くらい音楽に関することやりません。そうですね、もうなんか無理な気がしてきました。そうだ、ライブするのになんで習字やねんということで、なんかじゃあ音楽っぽいことやりましょうよ。そうですね、はい、何がいいかな。曲を作りましょう。曲を、はい、2人で2人で一緒に、はい、あ、それ面白いかも。この今回と、はい、あと次回この2回でちょっと曲を作って結構詰めるね2回で曲を、はい、はい、でせっかくなので、はい、本番それをお客さんに披露したいなって。どうですか、確かに OK ですか、スタッフさん的には。あ、全然もう万歳してますね、はい、時間がね、そうだね、結構詰めるけど、はい、本気、本気、本気でやりましょう。マジですか、はい、じゃあ早速どんな曲がいいですか。やっぱりバースデーパーティーなので、うん、その誕生日、うん、それかその感謝をテーマにした曲を作りたいな、ね、ハッピーバースデーみたいな、はいはい、じゃあテーマは誕生日で、はい、じゃあ今から作っちゃいますか。あ、今から、今から、あ、じゃあ、はい、もう時間ないで。そうですね、今から作りますか。わかりました。結構こう巻いていかないといけないので、はいはいはい、こっちか、こっちか、こっちだ、こっちだ、こっちだ、ということで、はい、ピアノ弾いてもらえますか。わかりました。では、ふみかちゃんの伴奏でちょっと曲を作ってみたいと思います。では、ピアノの方に移動します。じゃん、ということで早速ピアノに向かってますけれども、はい、ふみか先生の伴奏でやっていきたいと思います。何も見えてないけど大丈夫ですかね。そうね、テーマが誕生日、はい、なので、まあでもさ、やっぱほらいいことはシンプルに伝えた方がいいって言うじゃん。そうですね、そうなのでシンプルなシンプルな感じで、はい、いいんじゃないですか。そんな凝らずに、ね、時間もないしね、うん、とりあえずじゃあまずコードから決めていきますか、はい、シンプルなコードとりあえず降りてきますか。降りてきました、降りてきました、お願いします。なんか適当にいいメロディーがあったら今日は何だろう、あなたの誕生日、明日は誰の誕生日。
すごい。どうしてもそのコード行っちゃうとね、なっちゃうなみたいなのがあって。つまごかけないくせに。ぐーっダメだ、ちょっと待って、皆さんこれ収集つかなくて。どうしよう、これできるのかな、うん、ね。そうですね。うん。じゃあ宿題にしましょう。ちょっと決まらないんで。はい。来週までに。来週までに。作って、私も作ります。そうね、来週なら多分、グーッのあれは抜けてくるから、多分大丈夫だと思います。はい。ということで、来週までに、はい、作ってくるという宿題で、なんとなく、はい、なんとなく、なんとなく、はい、頑張ってきますので、ぜひ皆さん、大丈夫かな。はい、ということで、来週もお楽しみに、カウントダウンムービー最終回ですよ、来週は。また見てください、お見逃しなく、はい、お楽しみに。ということで、バイバーイ。